食べてポテト。僕はですね。ポテト食べていいよ。テクフリーそんな現金あんまないのに。財布なくしたての人の買ったポテトのうまみありがたみ感じて俺今日もう一回ナンバー来るんやっていうかってことはどうするんですか。ん誰が来るんですか。アイさんだけです。アイさんもう怪しい。あそうなんだから飲むとしたらこの3人で飲むだけの話。あそうなんだ。この3人で飲むか飲まんかの話になってる。もうあなるほど。彩香も明日5時やからって言ってて、あで TT と森はもう LINE で無理って言ってたから、ね、僕今全然わかんないですけど俺もない。あーあるあでも別にさお花見でもいいよね。あーちょっとそれはしたい。公園でもいいな。公園とかでもいいの。それはいいね。なちょっと寒いぐらいです。ペイペイ使えるし。あペイペイ使える。まだ YouTube 撮れるし。あほんまや。じゃあもういいやん。じゃあ夜夜桜の下で会おうぜ。誰か来なさそうやな。さあお疲れ様です。お疲れ様です。約束の、はい、寒いですね。寒い。で今からお花見。お花見で高橋は高橋は絶対にもない。僕たかしとその練習がそのたかしのバイト終わりでいつもやってるんですけど、うん、まあ、こんなに長引くことはないですね。巻かれてる説ある。ちょっとだけあいつもあれちゃん終わってさちょっと出てさ寒いな。寒いね。あるな。ちょっと迎えに行こうたかしを、はい、職場まで。うんそこで、うん、はい。あ、はい。あ、でもなんか暖かくなってきた。止まんない止まんない。歩いてるからな。じゃあ後で。ごめんごめん。なんかじゃあ漫談しようか。お、漫談って何？え？漫談って何？まあバズヤの最近あった話とかさ。ああ。何でもいいよ。最近あった話な。うん、なんか面白いのあるかな。あ、なんないわ。それ酔っ払いすぎて俺が、うんうん、家にタクシーで送り届けられて、うん、そのまま電柱の脇で寝転がって言ってたらしい。かっけえかっけえ泣きながら。かっけえ。この前さこの感じでさ、うん、パイさん一人で俺が撮って、うんで、おっさんぽとか言ってあげたよ。はいはい、まあ、なんかおっさん二人で散歩してるのもおもろいかなと思って。今まで一番回ってへん。マッサンポやな、今日。マッサンポ。マッサンポ。せやな、確かに。マッサンポ。マッサンポ。マッサンポは回りそうやな。マッサンポでもマジで何も産んでへんわ、今。え？ほんまに何も産んでへん。びっくりするから。なんか産んどく一発。産む一発産んどく。産めるもんなら産んでもらってるけど。やろうなぁ。いつやねん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。約束の時間がやってまいりました。はい、ご飯行きますか。お花見しますか。この寒風吹き刺さる結構温まってきた。温まってきた。温まってきたし。お花見しますか。いやどうやろうな。どっちでも任せる。まあちょっと時間もねそんなにないんですよ実は。だからまあお店入ってちょろっと乾杯とかでも、まあお店もちろんあれ寒いから言ってるわけじゃないけど。お店。あれ桜見るってことですか。お花見はどうするんですか。あれお花見。お花見。どっち派。あなたはどっち派。秋で寝転がって言ってたらしい。かっけえかっけえ泣きながら。かっけえほんまに記憶ない。じゃあまさきが好きな餃子の店とか。こっちでしたっけ。この辺それしか分からない。餃子食べたい。サクッとね。